国産スポーツカーゼロ180キロフル加速テスト。オープンスポーツが作れるメーカーっていうのはやっぱなかなか少なくなってきてるんですね。今話題の K スポーツの実力は、この高速周回路走ると案外しっかりしてていいですね。高速早いじゃん。これにロータリー乗っけてみたいな。はい、現行車ではないものの商店街で参加の LFA、 国産スーパースポーツの出す記録とは。D1 グランプリシリーズ100戦開幕です。ご無沙汰な感じするんですけど。おい、最後で取れるかどうかの優勝ボールです。ビタビタで駆け抜けた。深いところ、危ない。ちょっとうちの車だいぶ今ね、アンダーが強い車にしちゃって、ほらやったったぞぐらい言えばいいのに。抜いてくよ、飛び込む飛び込む、大チャーミン当たった、最後の力。おいやー、ダメだ。さらにフレーマ号に同乗しドリフト初体験。パンサー、続いて100戦目を記念して特別デモラン。そして佐久間が、高橋が、小口が行く、内海が、田所、シングルに黒い橋が落ちる、堀田学が。これが今回の主役。なんと日産が誇る世界的名車 30Z にポーローターを乗せた異色マシンだ。僕も FD 乗ってるんであれですけれども、なんかやっぱ信じられないぐらいトルク感はありますよね、下の方から。さよならランエボ、ランエボ10ファイナルエディション速攻インプレイ。はい、レーシングドライバーの、峰尾京介です。23年間続いたランサーの、歴史、最後の車ということでファイナルエディションを乗りに来ました。3500、4000回転から、すごいパワーですね。またこういうヘアピンコーナー、ハンドルを切っていけばそっちにですね、旋回していってくれる、ACDAYC、その辺もですね、開発、その辺もすごい、ね、進んでますよね。突撃隣の自家用車この子ですね。このスピードメーターブランブランしてるのは、これが最高でしょう。スピードメーターもガソリンメーターも全部ブヨン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 。これトルクで持ってるようなもんね。さあ、いよいよファイナル、入れ替えの2本目ということになります。